なかなか可愛らしいベンチと、なんだっけこれ、ガーデンスタンド、スタンド、フラワースタンド、フラワースタンド、ね、この間クラフト1、岩手町が誇るクラフト1 3年ぶりだったんだっけ、クラフト1で、みーちゃんちょっと入ってきて、が画面にね、これ可愛いけどね、じゃあ下になんかあるね。なんだろうかしら。あら、なんか段ボールが。段ボールが、なんだ？ここが、おー！ドギボー！ドギボー！ミニちゃん、ドギボックスだね。どういうこと？なんなん？今月もドギボするの？じゃあいいね。うん？早く開けてほしいんですけど。開けるね、みーちゃん。ヌルスタジオ。何が入ってるかな？今月はね、おおおおお、なんだこれ？なになに？メイクアップステーションって書いてあるよ。どういうことか。メイクアップ？メイクアップ？お母さんどういうこと？今日はどんなスタイルで過ごそう。いつも同じはつまらないから、たまにはちょっと冒険もいいよね。お気に入りの鏡を片手に身支度をスタートだって。まあいや、今回入ってるおもちゃ面白いよ。うん、ジャージャーいいね、これハンバーガーじゃないよ、マカロンかしら。うん、コンパクトだね。兄ちゃん、見して見して、かわいい、かわいいね、コンパクトだって。コンパクト、みーちゃんもお化粧しちゃう？うん、開くたびにキュンとしちゃうような輝くコンパクトなおもちゃをご用意しました。ふわふわのパフの下におやつを隠してみたり、本当だ、パフワクワクしちゃう仕掛けを見つけて楽しみる。このコンパクト使って変身しちゃうの、みーちゃん。みーちゃん見せて、かわいい、コンパクトだって嬉しそうね。これで美白が狙えるんじゃない？あ、これが鏡ってことかな。そう、違う、青いのが鏡部分で、下がパフパフできるところ、魔法の竜かな。魔法の竜だ。かわいい。じゃ、ちょっと見せてよ。一緒に遊ぶよ。すごい見て、ラブリーな感じで、ラブリー。ラブリーチャーミーな敵役だね。敵役じゃないわ。世代を感じるね。武蔵と小次郎、ロケットだよ。んじゃん。え、それ外れるの？パフ。パフは外れるってこと？かわいい、挟んでも。みーちゃん。みーちゃん、かわいいけどね、なんか声がかわいくないよ。それ、このドスの効いた声。ドス。みーちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って。お父さん見せて。やだね。やだよ。ちょうど下にね、隠せるんだって。でも外れないよ。外れない？うん。みーちゃん、お化粧の仕方はお母さんから学んだ方がいいんじゃないの？大丈夫。お父さんからなら。お父さん。お父さんはしたことないらしい。やり方わかんないらしい。うん、私が教えてあげる。ほんと耳、自前のさ、目の周りくっきりバッチリだよね。そうよ。だから、ちょうどいいんじゃない？みーちゃん。お、パフの下を狙ってる。それから、今回も、ケア用品が来ております。何ケア用品は、おう、みーちゃん、これはあなたに使うものだけど、あなたに使うものでもないな。なんていうこと？食器洗剤、オレンジの皮、パーム油、クエン酸など、天然の成分を使用した犬用の食器洗剤、ワンちゃんの食後のお皿に残るぬめりをしっかり落とします。なるほどね。適量をスポンジに取り、水またはお湯で泡立てながらご使用ください。うん、かわいい。これパッケージがさ、全部なんかちょっとガーリーな感じ。そうよ。よかったね、みーちゃん。あんたあんまりガーリー感ないから、ちょうどよかったんじゃない？私について書かれているミミログというブログ。すごいガーリー感ある。確かにあれ、メイドバイパパだからね。もう4ヶ月ぐらい更新してないらしい。やば。めちゃめちゃ大きいね、これね。ああ。いいね、みーちゃん、いいね。そうよ。うん、次はおやつは何かな。おやつの紹介をしていくわ。まずは、こちらのおやつよ。じゃじゃん、絵がかわいい。かわいい。ささみジャーキー。いいね、安定の。ね。
広島県産のハーブ鶏を低温風でじっくり乾燥させて仕上げました。ハーブ鶏？うん。ささみは低脂肪で良質なタンパク質が豊富に含まれます。香ばしく甘い香りとさっくりとした食感をお楽しみください。かわいいんですけど一人遊びに夢中です、ね、これはたまらない。お化粧がはかどっちゃう。ねえ、さっきかめっちゃお化粧してんだよ、ね、もう染み取らない、ちぎらないね、みーちゃん。もうパウダーがもう顔の周りにボハボハになってる感じ。かわいい。それからじゃじゃん、これちょっと珍しくない？ん？大豆クラッカー。え？クラッカー？うん。ほんとだ、なんかお菓子状、ビスケット状だね。大豆をカリッとした食感が癖になるクラッカーに仕上げました。大豆に含まれる植物性タンパク質はコレステロール値の低下や肥満の改善に効果的です。まあ。なるほど。どこに行ったの？落としたの？うわぁ！危ないよ、あんた。あんたちょっとお母さんのプランターたちを倒さないでね。仕方がないよ。それから最後、じゃじゃん。馬ラング、ラングってラングって書いてある、ハイテーション。え、馬ラングって書いてあるの。へぇ、馬ラング、シャッチ。飼料からこだわって大切に育てられた。ちょっとみーちゃん邪魔しないで。スキップ火じゃないよ、みーちゃん。みーちゃん、いいよ、続けて続けて。飼料からこだわって大切に育てる。みーちゃん嬉しそう。嬉しそう。いいね、いいね、めっちゃ嬉しいんだね。続けて続けて。はい、飼料からこだわって大切に育てられた秋田県産の新鮮な馬の肺をジャーキーに仕上げました。へー、ミネラルが豊富で不足しがちな栄養素の補給に役立ちます。ふがしのようなサクサクとした食感をお楽しみください。ああ。ふがさみたい、ふがさ、ふがしみたいな。あれでしょ、肺胞、肺胞の隙間。隙間。肺胞、肺胞。てんてんてんって感じ。みみちゃんも仕事が好きだもんね。そうよ、寝るのが仕事。そうよ、私は寝る。それから遊ぶのが仕事。かわいい。かわいいね。今回もね、今回かなりお化粧、お化粧推しだからね。髪見せたね。めっちゃかわいい。メイクアップステーションだって。ダルメシアンのワンちゃんがお化粧してる。そうや。ん？あんたは？私はラブラドールの。ねえ。Find the beauty in every day だって。美しさを見つけるね。うん、枕にしてる。みーちゃん、あんた今日はなんかやる気に満ち溢れてるね。やる気に満ち溢れてる。で、この間撮影会した時さ、あんたなんか眠いわみたいな感じだったけど、今日は結構遊ぶ気満々な感じで、サービスショットもたくさん。これサービスショット。それサービスショットでしょ。この牙をギャーってやっちゃってるところとか。かわいいよ、両手使ってる。まとびたくて省エネなんですけど、ちょっとめっちゃかわいいの、これだって。かわいい。でね、鏡にこう自分映して、なるほどね。でね、パフパフしてこうやってつける。うん、知らないわ。私は自己流でいくわ。でもう鼻を突っ込んでパフパフする。こうやって遊ぶのが私流。やば、やば、あららららら、めっちゃ楽しそう。なんだこれ。やば、わお。相当上手に手使ってるね。相当気に入ったらしいね。うん、いいね、みーちゃん。いや、みーちゃん、お楽しみのおやつタイムにしようか。おやつ、おやつ。メニューはこれかしら。メニュー表はこれよ。メニュー表。じゃあ、みーちゃん、おやつー。イエーイ。嬉しそうだね。イエーイ。嬉しい、嬉しい。うん。今日はね、お父さんが盛り付けしてくれるんだって。そうよ、盛り付け担当のお父さんだよ。うん、略してモリオって呼んで。モリオ。モリオ。よく。じゃあこちらがささみのジャーキー。あ、お父さん。
ようやく鼻がちょっと復活してきたからね。まだね、ちょっと詰まってるけど。早く詰まらないようにしてほしい。それからこちらが大豆のクラッカー。お、すげえ、ほんと。なんか、かわいい。どんな匂い？匂いはほとんどしない。ほんとに？今はもうしないよ。うんとだ、あんまりしないね。なんかちょっとサービスだね、お父さん。なんかお母さんいつもケチケチしてるけど。いやいやいや、1分ぐらい置くでしょ。この間結構置いてたじゃん。ほんと？それからこれは馬のふがし、ラング。おお、大きい。それはちょっと小さいのにしないと、この子丸飲みしちゃうから。これぐらい？おいしい。かわいいね。今回切ったりする必要なかったから。あんたかわいいね。というわけで、これが馬の肺、うん、で真ん中が大豆のクラッカー、うんうん、でささみのジャー。早くしてほしい。さあ、どれがいいかな、みーちゃんは。多分ね、やっぱ両端のどっちかだと思うけどな。そうね、お母さんはね、ホースラングだと思うよ。じゃあ俺はチキンにしようかな、ささみ。かわいいね。どうなるかな、みーちゃん。嬉しいね、嬉しいね。はい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 、支援立て、ダメラマのダメラマのホトラマのダメラマのホトラマのエスペラテ、エスペラテ、エスペラテよ、エスペラテ。嬉しいね、ちょっと待ってね。よし、うん、ほら、あ、ほらじゃなかった、ほらじゃない。でも両端から、やっぱ両端からいったね。おいしい、みーちゃん。そう、肉の匂いがする。ね、よく噛んで食べるんだよ。飲み込んじゃう。これは何かしら、よくわかんないけど。ビスケット。これも一緒に食べてる。いい音、いい音。よかったね、みーちゃん。あっという間だね。私、待ちきれなくて、大量のよだれを。よだれいっぱい垂らして、ヨダちゃんって呼んでるから。どうなの、それ。ヨダってなんだろう。なんか、スターウォーズじゃないの、知らない。わかんないや。よかったね、みーちゃん。みーちゃん、いや、美味しかったね、みーちゃんね。もうないの。見ちゃったの。よかったね。それから1ヶ月かけて食べようね。ねえ。よかったね、みみ。じゃあ、お母さん見てあげて、お母さん。あー、かわいい。かわいい。散歩に私これ持って行きたいんだけど。あ、散歩それ持って行きたいの？ダメだよ、もう。ん？途中で落としたら汚れちゃうでしょ。ダメ。ツナから逃げるお父さん。お父さんじゃない。俺逃げてないよ。ツナから逃げるお父さん。うん？おもちゃはちゃんと置いてね。行くよ。いいちゃん。うん？それ持ってお散歩行きたかったの？そうよ。ねえ、あんたツナから逃げるもんね。お散歩好きなのに。お散歩は好きなのにね。ツナから逃げるゲームをするよね。そう、追いかけっこ、鬼ごっこしてもらえるからね。ね。このコンパクトはじゃあ家帰ってきてから遊ぼうね。家帰ってきてからお化粧直しをするわ。じゃあお散歩行ってきてー。行ってらっしゃい。